ました。着いた京都です。まだまだ冒険終わらない。今から始めてみればいいじゃない。レッツゲロン、レッツゲロン、イエーです。さあ、アニチに行く予定でしたが、急遽違う場所に向かうことになりましたので、そちらに向かって行きたいと思います。歩くと30分ぐらいかかるからタクシー乗ります。やばくない？お金の使い方がやばい。ちょっと仕事しますね、頑張る。ということで、ここは、河原町、河原町まで来ましたね。来ました。いや、行こうと思っていたところがまさかの定休日でガビンということで、2軒ほどタクシーの運転手に回っていただいて、7電話もしていただいて、ようやくお宿が決まりました。面白い。ということで、今回のお宿こちら。ちょっとなんかおしゃれなところになりましたが、こちらに泊まります。京都です。まさか京都に来ることになると思わなかった。神奈川じゃ寒い、雨の神奈川ですね、これは。寒い。上海20度だったのに昨日、おかしいって。チェックアウトギリギリに起きてしまったので、メイクをする時間なかったんか。すいません、明るいところで出品で、すいません。メイクしてから撮り始めればいいというご意見に関しましては、真摯に受け止めさせていただきます。すいません。トリオに泳いではるのよ。わかるかな、あそこな。昨日すごい歩いたんです、上海で。次の上海行ったんすよ。なんかじわじわ来ません？昨日上海行ったっていう事実、じわじわ来たんだけど、私昨日上海行ってた。飛行機乗り遅れてましたね。いや、時間ってどこでどう過ごすかでいろんなものが得られますね。で、そういうことにさせてください。で、姉に聞いたらどこ行ったらいいって言って、いろいろ聞いてたら本能寺あるよって言われて、本能寺いいじゃない、本能寺と思って、あそこから歩いてきました。あの奥の端から歩いてきた。まあ、傘のお花が咲いてるね。ちょっとおしゃれじゃん、このスタバ。いいですね。ペイペイ。まだ私は一回も使ったことがないんです、ペイペイ。ダウンロードだけしてあるんですよ。どうしよう、マッサージされた。筋肉痛なの。こういうの見ると反応しちゃいますね、なんか写してあげてほしいな。あ、本能寺だ。来ちゃった、本能寺。反応して待ってる。マジだ、これマジの本能寺だ。やば。
ことで本能って待ってました。帰ります。タイムラプス一人で撮るがね、初めてやったけど結構ドキドキした。意外に見られなかった。立ってただけだからかな。京都満喫というかだいぶゆっくりしました。自撮り棒というか三脚をカバンにしまってしまったのでまさかのちょっと慣れない自撮りで撮っています。あ、もう映っちゃった。さあ、もう京都とはお別れになるんですかね。京都楽しかったというかなんというかって感じなんですけど、まあこんな感じで京都の街とはおさらばですね。またなんかちゃんと観光でいろいろ調べていきたいなと思います。雨だったし何もノープランできたので本当にフラフラしただけでしたが楽しかったです。有意義な時間でした。では電車に乗って大阪に行きます。